そして今回特集したマルエの世界もイベントに参加。放送前の第1話も先行上映されてファンの熱い視線を集めていました。トークショーでは八木はじめ役の千葉さえこちゃんを加えてアフレコの様子などを話してくれました。マルエちゃんの笑顔が本当に可愛いんですよ。で、あの女の子から見てもキュンとする可愛さがある。はい、それはもう本当に初めてアフレコ現場で絵を見た時に、はい、こうやっぱ原作のこう漫画ではないけどやっぱ動いてるからこそ出てくるなんか表情だったりとかそういうのとかがすごいもう胸をキュンとさせられて。千葉さえこちゃんはこのナルエの世界のエンディングテーマも担当。梶浦由紀さん作詞作曲によるアイスクリームはとても印象的な曲になっていますよ。